おお、マテガイ用水路、新しいステージですね。これ多分 PV でもあんまみんな見てることないんじゃないかな。新しいステージが公開されたみたいなので皆さん見てみてください。ちゃんとクラゲも健在です。クラゲもまだいます。新しいステージ、マテガイ放水路が出て僕はとても喜んでいる。だがしかし、僕は言いたいことが一つある。スプラトゥーン3に僕は出るのか出ないのかということだ。僕はそれが気になって夜も眠れないし朝も眠れない。新しいステージが出たことは嬉しいけど、早く僕の情報待ってます。よろしくお願いします。はい、マッチングしました。おはようございます。神風野外音楽堂です。本日、風邪をひいたかもしれないです。なんか、体の節々も痛い。熱なのか風なのかわからないんですけども、スプラトゥーンの新ステージ、スプラ用水路用水路すげえ疑問文になっちゃったんですけど、マテガイか。マテガイって貝の名前だよね。俺、海鮮嫌いだから貝とか食べないから。そういうのあんま詳しくなくてさ、エビとかならわかるんですけど、聞こえる。うれ。やばい。あ、ラッキー、ちょっと、ラグがあるのかな？俺の方にラグがあるのかな？そう、マテガイが出るんだけども、ヒレオくんがですね、出るのかわからないと言っておりました。ステージの前にまず僕を出せと言っていたので、やばい。あ、ラッキー、よかった。当たった。そう、ね、怒っていたので、確かにそれには賛成なんですけども、すげえ威圧感があった。さっきヒレオくんには、すげえ威圧感を感じられた。来てる。お、ラッキー、着地の前に。やばい、これは。いや、エイムがいい、危ない。よし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 、これ濡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 れ、みんな濡れ濡れ濡れ。敵陣地もいっぱい塗るぞ。後ろ来てる。わあ、これはやりきれない。逃げるのがうまい。動き早いな。くるくるしてったんか。待って。あ、オッケー、当たった。あ、てか味方一人いなくなっちゃってるじゃん。回線が。もしかして回線悪かったのはそっちか。うれ。洗濯機はね、キル性能、塗り性能ないけど、キル性能あるので、倒して相手を濡らせない、自分が塗るより相手を濡らせないみたいな戦い方をしていこうと。あ、それ、なんだいこれ3人でもいけるぞ。いや、待って、でもそれ行き過ぎだ。ちょっと待って。濡れないんだよな、でも。もしも。来てる。いやー、スーパー着地、なんか低空飛行になっちゃった。いや、マテガイ用水路は、野外なのでね。え、これ、地が入ってない？あれ、そっち？ラッキー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 。これ、地が入ってないの？塗ってないだけか。俺、塗れないからな。塗れないからいいや。ここだ。削っただけ。あ、待って、これやばい。この射程は長い。わー、やった！待って、もう引かれた！引かれた！大事な瞬間。引かれちゃった！やばい、ギリギリ、勝てそうだった。引かれちゃった、頑張れ。味方頑張れ。味方頑張れ。ナイス。スプラ3とか言ってる場合じゃない。その着地無理だ。絵の子今一人と？まずい。引かれて負けた。絶対、勝てない。あー、これは。引かれた俺が悪い。おえ。